帽子かぶってるフェン、アンミナさんだけど、こんな行動は取らないから、別人なんだろうね。こんな行動は取らないから、部下に時間もったいないから、こんな、おとぼけな行動とか、てかよ、あれだよ、ネメネシス。一瞬、こういう風に全然復帰しないとね、あっという。これはクモンの奴隷ですか？マジで困る。マジで困る。来ないで欲しかったわ。邪魔でしかない。人が発電機回してんだから、そこに来ちゃダメだろって。マジで邪魔でしかねえもん。あそこの発電機が結局回んねえし。そうでもあるぞ。デボアとかなのかな、忘れかけた頃のデボアとか。そうだからな。大爆破でいいの。でもだったら超接近してから聞こえるから。あれだったから大爆破なのかな。あ、盗聴か。本ではなさそうなんだよ。
残り1台あんの？あれ、これもう2台で終わりだと思ったわ。やば。残り1台あんの？やばいじゃん。あずり？あ？手直せば勝てるから大丈夫、安心して。まだ上げろよ、まず。ゲートの方行けよ。起きねえだろ。ゲート上げろよ、まずよ、ほら。俺らで回んだろ、で、フェミ狙われてんだろ。ゲート開けろよ、まず。おっせえよな、ここの行動なんだ、野良のダメなのは。今更走ってきてんじゃねえよ、まず。震えるわ。何にもしねえくせに。もう最悪だろ、何にもしないで隠れて。ゲートを開けることもしないっていう、ほんと怒り心臓だよ。もうあ、壊さってやがるしよ、こいつよ。行くよ、もう無理だから、これ。うん、これがヒロちゃん。よな、素晴らしい。1%でも進んだ、これ。進んでねえだろうな。でも、超接近された。あ、でも、何秒か進んだよね、超接近されたから。こいつは行かない。壊さってるから無駄なもんじゃない。うわぁ、最悪だこれ。もう、スティーブ多かったよ。スティーブはもう闇やったから。それもねえやつ。後ろに壁に突けばまだ待ちたいけど。壁にも突かない。大丈夫だから、フェンミンの壁には入ってる。それはよ、それはよ。M さんの壁に入ってねえかと思ったら無償じゃない。はい、終わってる。はい、終わりゃいいじゃん、危険行為しね。別に通報案件でもなかったんだけど。メネジソ、案件じゃなかったけど、この態度を見たら私、最初。ていうか、脱出させるってことね。脱出しろってことだ。もうどっちでもいいやってことだよ。相手に終わったら。この人の中で終わりなんだよ。もう一人以上抜けてるから。
と思ったら、ありがとうございましたと思ったら、虫網手がない。せっかく悪い。通報してよかった。と思ったら、性格かなり悪いですね。あ、楽しかったです。ありがとうございました。またお願いします。また朝活の可能性あるんで、夜あんまり、ね、あの起きてないように、朝起きて準備はしておきます。レボアだったんだ。あ、わかんないけど、フシだったかわかんないけど、飛ばしといてよかった。2回だけだったからわかんないけど。はい、明日もお願いします。はい、あんまり起きてないようにやって、今日も、今日は無防備になるやつ、ゾンビが入るなるやつ。昔のアレナキラーはちょっとリワークして、マスカルマージョンと